えおらる願いくん。します。合格。ありがとうございます。ありがとうございます。合格です。嬉しいです。ああ、えらるくんはね、いろいろ、ありがとうございます。応募者の中で圧倒的にも実力、ね、今までの戦績から考えて、あ、う本当ん、ですね。まあ、アメリカ来て俺がプッシュして、一歩皮むければ、プロカード行くんじゃないかと、その当初のプロカードを取らせるという、弟子企画の一番合ってる候補者だったから、今回は。はい。では、藤井君。第2回弟子企画合格。本当ですか？ Yes！ ありがとうございます。おめでとうございます。だから藤井あ君は、俺はね、もちろん、その実績というところからすると、いきなりこう、プロカードを取らせるというこの企画の目的に合うのかというところはあったと思うんだけれども、まあ、最終的にはやっぱり俺が気に入ったかってところだから、これ、申し訳ないんだけれども。なので、あ、まありあ、がとうございます。感じるものがあったということで、薮田君、合否を発表させていただきます。薮田君、合格です。ありがとうございます。まあ、薮田君、合格するんじゃないかと自分でも思ってたと思うんだけれども、俺は、まあ、プロを作るというこの弟子企画の中では、2つ考えられると思ったんだよね。1つはやっぱり実績。もうだから明らかにプロカードも、あと1プッシュで取れるという人か、あとはやっぱり、最終的には俺の、好みさえなんだけど、俺がやっぱりやりたいと、一緒に。ということで、その2つのパターンがあって、やっぱり、もちろん薮田君は今度出たことないので、後者の方だったと思うんだよね。もちろん、バーベルクラブの後輩というところも、一つ、俺にはやっぱりプッシュになったけれども、それ以上に、やっぱり人間的に、いろいろ、調べてたら悪いけれども、いろいろ経験してきて、これからアメリカに来て、プロとして、プロと生きていきたいと。ね、そのエリートの道を捨ててというところで、俺としてもこれはなんとかしたいというか、一緒にやってみたいなと、でそれを成功を、まあ、かけながらプッシュ、応援できたらと思いました。発表させていただきます。河野君、第2回弟子企画合格。ありがとうございます。河野君は俺は、やっぱりか実力があると思うね、俺は。俺はこれは伸びると思ったので、ぜひアメリカでやりたいと思わせてくれたと思う。それでは、第2回の弟子企画、今回の合格者はこの4人です。4人。でね、今回はね、応募総数が50。第1回が100以上あったので、まあ、50と少ないように見えるんだけども、明らかに、応募者のレベルが高いって言ったら、明らかに経験値が上がって、まあ、俺が第1回でね、今すぐプロカードを取らせると。実際に、まあ、テツがプロカードに一歩届かなかったけれども、そこまで行ったということで、まあ、生半可じゃないんだなっていうのが分かったみたいで、今回の応募者50名は本当にレベル高かった。なので、それを書類選考で10名まで落とすのがまず大変だったんだよね。で、まあ、その中から、今回、最終選考まで、この4人が来たわけ。で、俺はね、当初、まあ、YouTube チームとも話して、3人で、まあ、3人でも良かったんだけども、俺は本当はもっと、一人一人に集中した方が良かったんじゃないかという考えもあったので、1人もしくは2人ということが今回念頭にあったのね。だからね、やっぱり4人最後を残して、そこから落とすことができなかった。それぐらいみんな俺は、まあ、実際に一緒にやりたいなと思わせてもらえる何かがありましたね。まあ、それが実力もあるし、やっぱりその俺が最終的にはこの人がやりたいと、実は一緒にやりたいと、そういったなんかフィーリングという部分もあった。まあ、その4人、この4人です。ということで、で、あと3週間で
アメリカンラウンド楽しみにしてます。